これ JR かな。JR 和歌山線か。阪和線中かこれ。阪和線。ああそこにある鏡塚古墳やろおそらくね。あれや。三国丘かな。昔、天王寺三国丘がよく乗ったね。それに寮があったんでね。お。はい、なんか古墳がありますね。これ行きましょう。これがね、これが宮殿の古墳じゃなかったらがっかりするんだけどね。ずいぶん歩いてきたんでね。鏡塚古墳、あー合ってました合ってました、鏡塚古墳、5世紀の中頃円墳、墳丘が26メートル、高さが 2.5メーター、これ2.5メーター、これ合うかね。さっきの2メーターおかしかったんだけどね。仁徳天皇陵とほぼ同一に、これも貝塚でええんかね。貝塚書いてある、書いてないね。あ、バイズが食べたら、はい、これもバイズがどうです、はい。これちょっと長いんで、こっちから。あの、英語になってないんだけど。もう完全な、これ、豊富になっとんだけど。ああ、そう見たらなんかね、英語の形に残ってるか。言われれば。なんとなく円墳や、なんとなく円墳でございます。ほら、墳地上がってきましたけど、はい、あー円墳、円墳、はい、間違いない、円墳でございました。鏡塚古墳、これも梅町でございます。浜田線が動いてるからね、ずーっとね、歩いてきたんですよ、長いこと。一瞬回ってきたけど、これ。鏡塚古墳、1961年頃、南東から。その頃はほとんどなかったんやね、墳丘がね。はい、こう、あとね、修塚と長塚古墳かな、あと2個、あと2基。2基見らないか、大変なんだけど、あと2基。あら、また一からかね。長塚こう、これ見た感じなんだこの古墳は。これは円墳か。大きな円墳やけど、前方後円墳なんだかね。長塚古墳、あら前方後円墳だ。これがね全然見て回られへんねんな、全部住宅で。こっちだけか。106メーターもあるの。すごいね。後円部で 59.4 メーター。後円部高が 9.2 メーター。おー、大きいね。一番大きいか？一番大きいかもしれんね、倍長では。入られへんな。高っ。入れませんからね、残念。
特急が1個ぐらい通ったらおもろいのにね、特急は通りませんわ。いや、中入れんだな。前も来たんだけど、タコ、これが一番おそらくね、大きいやろね、倍長では106m。 公園部だけでも、まあ、公園部だけでもね、 59.4m、 高さが 9.2m、 これ高いわ。この中、この中ね、昭和6年ですよ、これ昭和6年ですよ、これね、仁徳天皇陵御陵、昭和6年の石碑でございます。中山古墳、中山古墳、ちょっとおかしいぞ。史跡中山古墳、いやいや、中山古墳、中塚古墳に変わったんやってね、間違いなく。はい、倍長最後、倍長最後でございます。これがね、前方後円墳、多いね、前方後円墳が。これ、おさむ塚とかね、ああ、後墳の方はもうないんだ。後墳が残ってないんですね。はい、これがおさむ塚。5世紀ね、墳長が 59m、 後円部が 4.2m、 前方後円墳、あ、こんな感じになってるんですね、残ってるのは。横はこうなってますか。なんか上入りそうやけどね、ロープ張ってあるし、やめておこうか。こっちの方に方法があったみたいですね。方法がなくなってますわ。はい、おさむ塚でございました。ありがとうございました。ああ、全部回ったんだけどね。一気だけ。もうやめとくね、向こうのね、100m 一気あんねんけど、あれだけね、途中で撮ったやつでも感じてもらおう。もう2時間以上歩いてる。そうそう、そらそうと仁徳天皇陵を撮ってないからね、仁徳さんのね、入り場、礼拝場行って、ちょっとね、ちょっとお回りしておきましょう。はい、ありがとうございます。仁徳天皇陵公園でございます。今修学旅行みたいね。これが30ホールでございます。約400m ぐらいですね、本墳の方がね。で、墳長が455m とか485m とかいろいろ言われてるけど、ね、500m の長さやけど、はい、これがそうですね、仁徳天皇陵。もう耳原の領やです、はい、ここは何か入れてくれるらしいですね。これは20やから、もう一個か、もう一個号があるんやね。中入れるらしいんですよね。残念ですね、見れるのはここからだけなんですよ。墳丘が見れるのはね、ここからだけなんですよ。これがね、70年ほど前はね、まだみんな中入ったらしいんだけどね、入ってたらしいんだけどね。この砲墳の手前からね、
ね、関伊豆が見えて石棺が落ちてきたらしいけどね、昭和の時代ぐらいって言ってたけど、ね、どうなんでしょうね。はい、ありがとうございました。あんたやかましいぞ、ここでさっきからさあやかましい殺すさんや、そんなに殺すやかましいんやけどね。はいはいはい、わかりました。はい、じゃあ帰りましょう。ありがとうございました。仁徳天皇陵の梅塚をマグロでした。全部回ったけどね、3時間以上かかりましたよ。はい、ありがとうございました。クタクタ。